はい、こんばんは、あいかです。今日はですね、お待たせしました、スックサマーコレクションを実際に使いながらレビューしていきたいと思います。装置はね、先日の購入品動画でも紹介したんですが、こちらはね、装置と合わせてツールックのメイクにも挑戦しています。ぜひぜひ最後まで楽しんでいってください。はい、今回のコレクションかなりね、争奪戦だったんですが、やっぱりメインのアイテムはシグニチャーカラーアイズの限定色ですね。アイシャドウ、チーク、リップ、それぞれね2色ずつ展開されています。アイシャドウスウォッチはこちら、まず115番の演歌ディープオレンジ×シャイニーピンクということで、一見ね春っぽくも見えるようなパレットなんですが、左上のラメカラーですね、これがやっぱ夏っぽい色味かなっていう風に感じました。そして右下の指名色がマットカラー、右上左下がツヤのカラーになっています。そしてもう一色が116番、公共ですね、レッドピンク×シャドウブラウンということで、これもねパッと見クールなパレットだなっていう感じだったんですが、実際に使うとラメのね色味だったりとか、重ねた時の発色の仕方とかですね、非常にねスックらしいなっていう風に感じました。まあ、正直難易度はこちらの方が高いかなと思います。なんですが、メインカラーをね右上か左下どちらか一色で仕上げることで少し難易度は下げられるかなという風に思いました。そして次がブラッシュですね、メルティングパウダーブラッシュ、まずは101番のポテリ色です。バーントオレンジということで、しっかりシマーが入ったかなりツヤツヤのオレンジですね。サイトで見た時から難易度高そうだなと思ったんですが、実際ね実物届いて見た時もびっくりしました。でもこれがね使うとすごく綺麗なので、ぜひメイク動画でじっくり見ていただきたいです。そして102番の夏系です。こちらがサマーベージュですね。シェーディングにも使えるということだったんですが、ツヤ感はしっかりあります。今回のルックではそれぞれのチーク単色で使っているんですが、特に102番は手持ちのねチークと組み合わせて使ってあげてもいいと思います。それから確保するのが一番大変だったメルティングパウダーハイライター、101番のカゲロウです。もう見た目のねマーブル模様もすごく可愛いんですが、これ実際に使うととっても綺麗です。でツヤもすごいんですが、ちょっとオレンジかかったようなベージュがねしっかり発色してくれるんですけど、私の肌だとこの色がね本当にこう溶け込むように仕上がってくれるので、割と広い範囲に使うことができました。もしかしたらお肌色がねすごく明るい方とかになると、鼻筋とかに入れた時にちょっと赤みが気になったりっていうことがあるかもしれません。そしてリップですね、今回はマットなシアーマットリップスティックとツヤツヤのモイスチャーリッチリップスティックからそれぞれ2色登場しました。で私はねもうツヤ系リップが大好きなので、モイスチャーリッチリップスティックを購入しました。まず122番のゆれだいだいです。シマリングオレンジということで、これすっごく可愛いです。見た目はねかなり派手なオレンジなんですが、透け感があってここにね唇の色がね程よく合わさってくれて、ぎっしり入ったパールのおかげでよりね唇がツヤツヤに見えてくれます。可愛いけどね使ったら浮いちゃうかなと思ったんですが、意外と馴染んでくれました。そして123番のシャクカです。こちらがポピーレッドということで、ノンラメパールのツヤツヤのカラーです。とってもね鮮やかで夏らしいカラーだなと思いました。今回私が購入したのが以上のアイテムです。いかがでしたか？皆さんはねどちらのパレットが好きでしたか？じゃあスウォッチもしっかり見ていただいたので、早速メイクしていきましょう。スックのサマーコレクションを使ったメイクスタート。はい、それではですね早速115番のパレットを使ってメイクしていきたいと思います。メイクしてないと顔薄っ。じゃあまずですね右上のピンクを使います。これをアイホールに、発色かなりいいのでお粉ね量を加減してのせてください。こんな感じ、目頭中心にのせてもう少し縦幅を出していきます。ここはね違うカラーのせます、反対側。そしたら次にこちらのカラー、左下のカラーを目尻にのせて右上のカラーと縦割りグラデにしていきます。こんな感じ、ツヤはあるんですけど発色いいので結構メイクしました感は出ると思う。ここまでガツンと発色させずにもっとナチュラルなメイクに仕上げたければもう一色とかでもいいかも。で最後もうこのブラシに残ってるやつですね、これを下まぶたに入れていきます。もう一度色取ってのせてると結構下まぶたの色が濃くなるので、筆に余ってる粉で十分。シミ色を使う前にアイラインを引いておきます。スックのねペンシルアイライナーがなんか行方不明なんですよ。なので&Bのこのラブライナーコラボのレッドブラック使っていきます。これでごく際にラインを引いて上からシミ色を重ねます。
こんな感じ、ちょっと細めにライン引いて、で締め色ですね。今回はこうライン状に入る固めのブラシじゃなくて、少しふわっと入るような平筆を使います。これで目尻のまずこのアイラインをきっちりまぶたに沿わせずに、少し目尻から離しているので、この隙間ですね、ここを埋めて、下まぶた、目尻も、まあ、なんかラインに重ねようかなと思ったけども、ここだけでいいかも。ちょっと予定変更して、目尻のこの三角ゾーンにだけ入れます。はい、そしたら左上のイエローですね、まあ、スックといえばなんですけど、これを最後まぶたに重ねます。コツとしてはあんまり量を取らずにというか、一箇所にポンって乗らないように、できるだけこうふわーっとラメを乗せられるようなブラシで薄く全体に重ねてあげるのがいいかなと思います。今日なんかいつも以上に顔丸いよね私。で最後ちょっとこのからせっかくなので目頭にも、であんまり幅を出しすぎないようにちょいくの字っぽく。そしたらビューラー。スックメイクの時はあんまり根元から立ち上げずに毛先だけをくるっとカールさせることが多いんですけど、なんか今日のルックはバチッと上げたかったので根元から上げてみました。じゃああっという間ですけど、マスカラですね、アイラッシュマスカラ使います。これを根元からたっぷりと。そしたらチークですね。このカラー加減しないとっていう感じなんですが、101番のブラシ使っていきます。もう粉取ってポンってのせた時につくかつかないかくらい中にしっかりね粉を入れ込みます。でいざ、やっぱね最初にしっかり払っておくのが大事だと思う。濃い色っていつもだと私狭めにポンって入れて、まあ、それをシェーディングとかハイライターでごまかしたくなるんですけど、このカラーはせっかくツヤツヤしてるので範囲広めに使いたかったんですよね。なのでもうブラシにしっかりなじませて、本当に色がポンって乗っちゃわないくらいにして、いつもより広めにのせる。こんな感じ、いつもだとこうなんですけど、もうちょっとこういう感じですね。まあハイライトもこの後重ねるんですが、もう少しいつもより手前まで引っ張りつつ、高温な感じでツヤっとさせます。なんか不思議だよねこのチーク。そのまま見ると結構黄身感が強いんですけど、で乗せてもまあ黄身感あるんだけど、なんとなく馴染んでくれる感じ、黄色のチークと似たような効果がある気がする。はい、そしたらね皆様お楽しみのハイライター101番かげろうですね、こちら使っていきます。付属のブラシってめったに使わないんだけど、ちょっと使ってみようかな。っていうのもスウォッチ取るときにこのブラシでも取ってみたんですけど、割と色の出方が良かったんですよね。このチークの上に狭く入れたいのでサイズがちょうどいいか。もう取ったらもう必ず手で一旦ねこう払うというか、なじませることをお忘れなく。あー、スックのさほらロゴが消えた。もう消えるんだけどさ、なんか寂しいよね。鼻筋と顎先が、意外とこれもブラウンオレンジ味があるから、こういうとこに入れると色が目立つかなと思ったんですけど、そうでもない、ちゃんとこうツヤになってくれる。かわいい、これやっぱもう確保できてよかった。いやミーコでね注文した時に決済画面の後画面固まってエラー出たんですよ。ではもう最悪買い逃したわと思って、で次商品ページ見たら案の定完売してるんですよ。でめっちゃ諦めてたらメールボックス開いたら、ご注文ありがとうございますのメール来てて、え確保できてると思って、でも私それだけで信じないからすぐミーコのね購入履歴のページも見て買えてるっていうのを確認したんですけど、いやもうほんと奇跡的に確保できたっていう感じ。はい、いいですね。なんか目元がかなりしっかりしてるので、チークはちょっとカラーレスな感じというかツヤ感重視で仕上げたんですが、最後リップですね。これもすごいですよね、チークとお揃いみたいなカラーなんですが、122番使います。これねスウォッチ取る前に先端ねぶつけちゃって潰しちゃったんですよね。あやっぱスックのねリップはまあ持ちがいいのとかもいろいろありますけど、私なんだかんだこのモイスチャーリッチリップスティックが一番感触好き、滑らか。スックで初めてお買い物した時にモイスチャーリッチリップスティックの割と昔からあるカラーを買ったんですけど、それはね結構長いこと愛用したかな。で BA さんも言われてたんですけど、リップ何使っても唇がもうカサカサになるとか荒れちゃうみたいな人でもこのリップは使えるっていう人が結構いるらしいんですよね。でもなんかね、わかる。すっごい潤うんですよ。で、このツヤ、かわいい。うん、大満足。シグニチャーカラーアイズの115番を使ったメイク、完成です。それでは、シグニチャーカラーアイズの116番を使ってメイクしていきます。じゃあ、まずですね、右上のカラー、アイホールに乗せていきます。このカラーがね、なんかすごい綺麗なんですよね。ちょっとグレイッシュな感じなので、使うとこう影になる感じ。
もしかしたらこう人によっては青タンっぽく見えるというか、ちょっと合わないなっていう人もいるかもしれない。私も似合ってるのかどうかは謎。単色だとこんな感じ、綺麗だけどちょっと難易度高いよね。多分入ってるラメがブルーっていうこともあって余計に青タンっぽく見えがちかもしれない。恐る恐る下まぶた、これも際だけであんまり幅出しません。で反対側、これは二重幅あたりを濃くして上に向かってグラデーションにしていきます。こんな感じ。そしたらブラシを払って左下のピンクアイホールに重ねていきます。こっちと比べるとちょっとピンク目が足されてるの分かりますか。もうこれをねメインで使ってあげてももちろんいいんですけど、今日は重ねてみます。ちょっとね普段の私のメイクの仕方と変えてみました。でこれを目尻から下まぶた目頭まで最初にのせたカラーより幅広めにのせていきます。撮影前にさ前髪の長さが急に気になってセルフカットしたから細かい髪の毛が飛んでるかもしれない。こんな感じ。そしたらディオールのアイライナーブラシ使います。こちらの締め色、これを目尻際からのせていきます。そしたら左上まぶたの中央しっかりめで両サイドに引っ張ります。ほらツヤツヤ、かわいい。結構ブリッとしたカラーではあるんですけど、下のねクールなカラーに重ねることで大人でも使えるかなと思います。厚毛カール、マスカラを塗ってチークの102番使います。これもブラシにたっぷり含ませて余分なお粉は払う。でしっかりしっかりなじませてからシェーディングにもなるカラーということだったので、いつもよりちょっと低い位置に入れていきます。そしてハイライト、鼻筋と額、チークの上、顎先、やっぱこのハイライト好き。最後にリップの123番、こんな感じ。新鮮。自分で色決めるとしたらこの目元だともうちょっとベージュっぽい感じかローズっぽいカラーを合わせそうなので、こういう鮮やかなちょっとコーラルみを感じる色をね一緒に使うっていうのがすごく新鮮です。こんな感じでシグニチャーカラーアイズ116番を使ったメイク完成です。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はスックのサマコレ、スウォッチとツールックのメイクをご紹介しました。今回の動画参考になったよという方はね、ぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。